うなちゃんマンはうなちゃんマンだから。皆さんが心配することも、ガチャ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 煽ることもないし。ね。だから結局、いい？俺言うよ。外部サイトに行ってる人間も、超会議始まると、ここぞとばかりに行くんだよ。何やってんのかな？みんな、自分がないのかな？と思う。香川にしても、金梅にしても、石川にしても。な。俺は絶対行かないよ。だって行かなくたって。さあ、行ったらいいことあるんじゃないの？わかんねえけど。奴らにとっては、俺は行かないよ。いや、近所でやってるときはね、見に行くだけ。うん。なる？もうね、運営に嫌われてるからとか、だから、運営の犬になれってことだったらいいじゃん。香川だって、金梅だって、石川の力だって、岡山みどりだって、野田だって、運営の犬になってりゃいいんだよ。それでいいじゃねえか。俺は行かねえよ。冗談じゃねえよ、お前。行かないのが偉いのじゃねえよ。有言実行してるだけだ。わかった？あった？なんでいけねえの？なんで？行ったら俺誰かにぶっ飛ばされるのかな？あ？もうこれね、見て、わかるでしょ？これ、ニコ生の流れになってるでしょ？コメント見て。やっぱり子供しかいねえのかな、ああいうとこは。マスクかぶって外配信できないんだろうって。いやー、勘弁してくださいよ。本当に。ねえ。すいません。すいませんね。おじさんはのんびりやりたいだけなんでね。うん。できないならマスクをかぶって外配信を。やめてよ。ああ。やめてよ、もうそれ。いや、ニコ生を使って放送してただけで、イベントや運営さんからの、依頼はもうないですよ。受けないです。だいたい言うこと聞かれるんだから、俺なんか。いいですか、みんな考えてください。運営さんは自分たちの言うことを聞く奴らばっかり集めるだけでね。ね？おじさんは言うこと聞かないですから。ああ。わかるよね。俺だって言うこと聞かないもん。そりゃ運営だって使いづらいよ。多分、ニコ生で一番使いづらいの誰って聞かれたらうなちゃんマンだよね。ひろゆきも言ってたよね。動画でも上がってるけど、うなちゃんマン使えないって。言うこと聞かねえから。ああ。だから、イエスマンを使ってるわけだから、それでいいんじゃねえかよ。なあ。ひろゆきは前回から使えないって言ってました。じゃあ、なんでホリエモン使ってんのかな。そういうことでーす。はーい。はい。前科あるから無理でホリエモンは使ってます。はい、頑張ってくれ。